皆様こんばんは。今日は確か、6月7日。はい、今夜も首都高バトル、また進めていきましょうか。今回は予告通りデイブレイクの新繁盛、これでこのエリアの通常ライバルに関しては全ておしまいになります。それから渋谷線に行って新宿線に行ってという感じですから。戻ってくるのはまだまだ先の話になるかと。というかいつも先の展望ばっかり語ってますね。次の回でファントム9のご登場だってのに、やってる時は気にならないのですが、なぜか動画化すると作業感が溢れる。ほんと不思議な世界ですよ、ここって。本日1チーム目はアクアリウム、意味は水族館ということですが、なぜか結婚を夢見る独身者のチームとなっています。水族館の華やかさとは逆ですね。男女年齢問わず結婚できない理由も様々。裏の事情はどうであれ独身であれば加入条件は十分なようです。各メンバーの車は意外と華やか、大小様々で水族館っぽさは出ています。ちなみにリーダーは C1 ミッドナイトに登場したツーリミット。グレンの牙とは兄弟関係なんだとか、同じ石なのに兄弟の圧力なのか、それぞれ別チームを起こしていたり、生々しい人間関係です。リーダー戦行ってみましょうか。ではリーダーの強くのヒポクラテス戦行ってみましょうか。スタート一発目は、わあ、結構早いなあ。この先は福住、箱先、そして C1 ということで特に焦りはないです。大事なのはコーナリングスピード。どんなに加速が良くともコーナーが遅いとこんなものですよ。ひとまず前には出ました。あとは全力で逃げましょう。正直この手のリーダーって前に出ると途端に絶対化している気がします。ミス直後以外で極端なブロックってした覚えありませんし。前を取ったらそれが最後、これはむしろ追い上げる補正があってもいいのかなと思っちゃいました。別にもともとリアリティ動向いう世界じゃありませんしね。というわけでアクアリウムも討伐完了。次は辰巳パーキングエリアへ GO です。資金もいい感じに溜まってきました。この部が終わったら強化祭りができちゃいそうですね。では辰巳、挑んでいくのはジューシーヘブン。妖艶な雰囲気を漂わせるチームだそうで、まあ私に色気など通じませんから。さらっと片付けてしまうまでですよ。あ、これで新環状のチームは最後ですね。これで3話にまでまたぐほどのショーは終わりになるかと。ではジューシーヘブン、また紹介していきましょうか。ここのメンバーは4人、久々に少ない構成人数な気がします。車も Z33 に RX8、 生めかしいボディラインが特徴の2台を取り扱っているようで、まあそのせいでチームとしての実力はあんまり。この世界では不遇な2台ですからね。基本的に勝ちに行くなら4区、そして軽量となると必然的にインプからアネボってなっちゃうんですよね。ただ重たい R でもこのよりゆっくり1クラス落ちるシルビアや 180 の方が楽しめるんじゃないかという感じはあります。ではリーダー戦いきます。今回は長丁場ですよ。というわけでリーダーの誘惑のアメジスト戦、 C1 銀座エリアまでの長丁場ということで、はい、あなたの車、紹介させてくださいのコーナーです。今回で残りの全てを一気に行ければと。早速1台目はこちら、昨夜さんが GT スポーツで愛用する80スープラ。この車、一見しただけでは普通のスープラなんですが、なんと驚異の426キロをマークする超最高速仕様、私の R より100キロ速いという。お次はヤンゴトレイ肩書き3のチェイサー、首都高バトル01からですね。おとなしめの体感ですが中身は727馬力、最高速は340キロ、私の R より火力。続いては GTRX スペック783、持ち込んでくださったのは GT スポーツの 32R。細かい仕様は不明ですが、足は少しいじってあるのがわかりますね。なぜ坂淳一さんは日産のモチュールカラーのコルベット、トヨタの車は乗らないんですかね。ニスモのワークスカラーは本当に映える。GT はモチュール推しですから、私。ゆっくり13号さんよりランエゴ9、900馬力を発生させるもん
スターマシン。元ネタに関してはよくわかりませんでした。ミニ四駆か何からしいです。カブさんがニートペイバックで愛用するのはギラギラとした反射の貧しい 34R。この反射具合はかなりこだわって作られたようで、ブルーライトに照らされることでより雰囲気が出ていますね。JR。以下型番は省略させていただきます。ごめんなさい、読めませんでした。アストルートレーシングで愛用している LFA はシンプルなカラー対比が美しい一台。社名マルチンジさんが乗るのはあるようね。また随分とマニアックな車が来ましたね。この青紫はプレゼントカー限定色なんだとか、つまり出るまでひたすら回すってことですよね。クリッチさんが送ってくれたのは品台の。わからない。ごめんなさい。獰猛な獣をイメージしたという一台。側面の赤いのは、もしかして血液？飛べない83はフォルタホライゾンより3台、優先順位が不明だったので全部載せちゃいますね。フォルタはかなり改造範囲が広いゲームですから、個性はかなり表現できるんじゃないかなと思いますね。ワンダンレーシングさんはポルシェマニア、何でも944の実車を持っているとか伺いました。憧れを手にするっていいなぁ。私にはその人気がありませんでした。これで全員かな？たくさんのご応募ありがとうございました。以上で第1回、あなたの車、紹介させてくださいのコーナーは終わりとなります。いろいろな方の愛用する車を見るとやっぱり固定ってすごいんだなと。今回そんな先人に触れることができたと思います。なお次回の開催は未定です。募集もしていないので送られても紹介はできないのでよろしくお願いします。ただファイルの管理等が結構大変だったのでしばらくはやらないかな。という感じがしてます。さて、そんな企画を終えるともう銀座の入り口、ずっと話していたので割と一瞬でした。後ろは、まだ江戸橋を抜けたところか、勝負にならないですね。はい、お疲れ様でした。今回のプログラムも無事消化完了です。同時にこの章における新環状のチームは全て討伐完了。次回はいよいよボス戦となりますね。では改めて本日はここまでとなります。やっと長い作業会の終わりですか。私も疲れたなぁ。早く調査を終わらせて長期休暇といきましょう。